はい、それではメネの YouTube 動画始まります。北九州ここからのメネ呉服店店長のメネです。よろしくお願いします。ということでですね、急遽、いつも金曜日の配信なんですけども、なかなかこう、見れないというお声もたくさんいただいたので、土曜日ということで今日初めて土曜日に、生でやらせていただきます。昨日からですね、お店の方で、イベント感謝祭という形で、江戸小紋を中心としたね、イベントをしてるんですけども、ぶっちゃけですね、ほんの今までお客様がいらっしゃったので、配信が5分ほど遅れました。すいません。お詫び申し上げます。ということで、まだ今、いろいろと準備をしながらのスタートなんですけれども、江戸小紋の、紹介自体は、少し前に伊勢型の世界、江戸小紋の世界かなということで、配信させていただいてたんですけども、当店では、父の代から、実際はもうその前の祖父の代からですけども、江戸小紋をずっとね、染め出しをしたりして、皆さんに紹介させていただいたんですが、なかなか今、伊勢型を使った、いわゆる生型を使った手付けというのが少なくなっているので、そのあたり今回ね、たくさん、紹介させていただいてますので、もしお時間ある方はぜひね、お店の方に遊びに来ていただければなと思います。で、今日はですね、東京のですね、富田さん、に来ていただいてまして、今後ろで、すいません、本当は準備した状態で入っていただくつもりだったんですけど、間に合わなくて、今準備していただいている状態、すいません、富田さん。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。富田さんも急遽出演なので、ちょっとごめんなさいね。すいません、無理言いましたけど。おっかないです。よろしくお願いします。という感じで、今日はさせていただきますので、よろしくお願いします。で、まずね、どんな感じの催し物をしているかというのがね、もし写真とかが出せればと思うんですが、出せますかね。ちょっと準備がね、全くできない状態で始めたので、すみません、もしです。そうですね。実はこの広間の横に茶室がありまして、その茶室の方で、いわゆるその、江戸小紋を作るにあたって、どんなことが、どんな型紙があるのかとか、いろんなそういう型紙も10枚ぐらいかな、展示したりとか、江戸小紋自体のこう細かい、いろんな説明ができるような場所を準備して、皆さんをお迎えしてますので、もし、お時間あればですね、結構、詳しく知りたい方なんかは喋り出すと私2時間ぐらい喋るかもしれませんけれども、来ていただくといろんなことが、ね、話せますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。で、今回特に皆さんに見ていただきたいのが、これ多分ね、額にちょっと入れて飾ってたのでね、映らないかもしれないんですけど、うちのお店にね持ってる型紙で、これ映るかちょっと待って、こうしましょうか。 こういうちょっと見えるかな、ボタン唐草というね、これも結構極の細かい型なんですけど、この型紙を富田さんの方にお預けして、今回用に染めていただいているものの発表なんかもさせていただいてます。で、以前からね、いろんな染め屋さんに頼んで、染めさせてもらっている極型の小紋なんかもね、今回展示してますので、ぜひね、そのあたりも見ていただければと思いますし、また、ちょっと今富田さん準備してるんで、本当はね、先にいろんなね、お品紹介したかったんですけど、後でまたね、紹介しますけど、富田さんの方の、ちょっと型紙をね、何枚か使って染めたものや、生地にちょっと織りが入ってて、それによってこう、ちょっと変化のつけたものなんかもね、ご紹介できたらと思いますので、後ほどまたそれはね、ご紹介させていただきます。で、今日はですね、せっかく来ていただいてて、実はお店でですね、今日はこの、よいしょ。これでいいかな、落ちちゃった、すいません。これ以前お店でですね、体験会で作ったこう福さなんですけども、映ってるのかな、ちょっと分かんないですけど、これ今梅の柄ですけど、今回これを桜の柄で富田さんにお願いして、ご自分用に糊置きの体験をしてもらって、この福さを作るというのを、イベントでしてますので、予約制になりますけれども、まだ月曜日、明日はもう空いてないのかな。月曜日は確か空いてたと思いますけども、火曜日までやってますので、もし作ってみたいとかいう方がいらっしゃったら、3300円かな、今回ね。はい。で、この証券の福さ。で、裏はですね、無地になってまして、軽徴両用で使えるような福さ。これ作る体験もしてますので、お時間ちょっとね、今すみません、予約表ここないので分からないんですけども、まだ取れる時間とありますので、お問い合わせいただければ、体験して自分用に福さを作っていただくことができます。で、それを今から、私も実はやったことがないので、糊置きを私が体験するのを取れるのかな、取ってもらおうかなと思ってますので、説明を受けながらちょっと先にそれをやりたいと思います。はい、
よろしくお願いします。もうそろそろ大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。すみませんね、焦らせまして。説明が難しいですね。説明、そうですね、ちょっと、カメラの角度的にちょっと映りにくいから、ここで私はこう多分するので、こっちから撮れる？こっち側から撮りますかね。これ、いや、横から、あ、そうか、ドミさんが撮られるからあれか。すみません、リハーサルも何もしてないので、カメラ位置もちょっとわからない状態ですね。これが今回の桜の型紙ですね。はい。いわゆる伊勢型というね、伊勢型紙をこのようにしていきます。で、本来はこう柄送りっていうのがあるんですけども、この柄をね、こう送っていくのがあるんですけど、それはもう今回ね、ちょっと難しすぎるので、柄送りなしで一発でいくということで。で、今からこれに糊をどんどん置いていくんですけども、それが、職人さんの腕として、あ、これ糊もちょっと見せていただいたら、こういう糊ですね。もち米とぬかと、あと活性炭っていう粉が、見た目はグレーですけど、染料が入っているのは、洗えば落ちる糊ですね。そうです。色がついているのは、こう糊が入っている場所が分かりやすいようにっていうことですね。あ、そうですね。細かい砂ですよね。砂が入っていると思ってもらえれば。ああ、なるほど、なるほど。だから、洗ったら全部きれいに落ちるから、この糊が置かれた部分が地を染めることによって、白く抜けて、さっきの、まあ、これちょっと以前のものですけど、こういう感じ。映るかな？ごめん。映る？うん。黒いところ、こんな感じ。黒い。染めたくないところに糊を、はい、染めたくないところがこう抜けていく。この桜の柄で今回は抜いていくというのをさせてもらいます。はい。じゃあ、ちょっと山本さん下がってみます。どうしよう。内側じゃない。向こう側から撮ってもらうと。で、この糊を、はい、伸ばしていきます。コマの角度を斜めにした状態で、このまま垂直に、うん、回っていきます。はい、じゃあちょっと。ここ押さえますね。はい。この形のまま垂直に。あ、斜めに。ああ、そうかそうか。すみません、そうです。こっちです。はい、はい。垂直に。ここで手離しますよ。あ、向こうはどうしたらいいんですか？これまっすぐでいいんですね、はいはい、これまっすぐでいい。このまま最後だけシュッと。そうそう、なるほど。ここ入ってないですね、糊が。いいんですかね。あとで直します。あ、でも上手ですね。この辺とこの辺でちょっとあのムラがあるの。ムラがある。ああ、なるほど。ああ、なるほど。今ちょっとカメラの影で見えにくいかもしれないですけど。はい。はい、結構粘り気がありますね、糊に。あ、そうですね、もち粉が入ってる。もち粉が入ってるんでね、私も初めてやるのをまさかライブでやらされるとは思わなかったので今ドキドキしてますね。一人でやるのでも緊張しそうなのに。ちょっと糊取ります。はい、すみません。はい、力加減が均一じゃないと、はい、あ、そうですね、最終的にムラになるんですよね。そうですね、今ちょっと漏れてましたね。漏れてましたね、うん、はい、すいません。もうこれも自己責任なので、私の副作になるのでよしとしないといけないですね。なんつったって、あー、かすれました。じゃあちょっと直していきます、はい、よろしくお願いします。え、スピードも違うしうん、この表面に乗ってる糊の量がもうやっぱり均一になるといいんですよね。ってことですよね。さあ、大丈夫かな。大丈夫ですか。さあ、開けてみます。開けてびっくりかも。よいしょ。おお、うん、大丈夫ですね。ちょっと濡れてるとこありますけど乾けば大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと富田さん通してあげてください。すいませんで、型紙はもう使ったら、まあ、あの実際の染めてる時も少し送ったら洗っていくということなんですよね。そうですね。私もあの今回すごくあの初めて知ったんですけど、型紙で乾くとこう少し縮んだみたいになっていったりとか、うん、はい、口が合わなくなります。口があの悪くなってる。だからずっと結構濡れた状態をキープしないといけないと湿度がいいですよ。こことここがつながらなくなる。あ、そこ見えます。あのこの端のところがつながらなくなっていくんですね。なので、まあ、こうやって毎回で、しかも洗っとかないと海苔が固まってしまうから洗うんですね。常に綺麗にこうやって塗ってするという。はい、
まあ、実際はもう少し丁寧に説明しながら、いろいろお客さんと話しながらしてるんですよ ね。はい。ちょっと今日はライブということで、早巻きでしちゃいましたけども。はい。でもこんな感じです。こんな感じで。ちょっとまあ、ここ置いたところ見れるかな。こんな感じで今置かれてますけども。ちょっとここが細かった。力が弱かったところ。そうですね。ここが力が強かった。本当はこれ全部同じ、形の桜の花びらなんですよね。大体。そうです。だから、でも、ここがちっちゃくなってたりとか。これ、だから糊が入ってない状態。ここはちょっと細いの分かりますか、ね、細いですね。うんうん。あ、ほんとほんと、点々も細いですね。うんうん、こっちはしっかりはっきり入ってますね。そうです、そうです。そこは力加減。ここは強すぎるってことかな。こっちが標準ぐらいの、うん。ここが細すぎるってこと。ここが細すぎるのかな。うん、で、これは、この状態でも分かるけど、染めたら、もっとひどくこう、段のように見えてくる感じです、ね。まあ、味とも言います。味ともね。そうですね。まあ、本当難しいところですよね。その、結局それが、じゃあ何者なのかというと、また違います、ね。また違うしね。それが、いわゆる人の手を介した揺らぎというか、うん、柔らかさになったりとか。うん、これが、機械でバンとやれば、均一で綺麗なものは染まるけど、そうです、ね。全くこう、柔らかさがないというか。コンピューターの毛筆画と人の手が描いた毛筆画のような違いがあります、ね。違いですね。伝わり方が違ってきます。ね、違うっていうこと。はい。ということで、この今柄の入ってるところが白く抜けて、最終的にこれは紫の一応福さんに今回はね、染め上げてもらうことになってるんですけども、まあ、この体験を皆さんにしていただけるということでね。はい。はい。私も初めて、以前も実はしたんですけど、私順番が回ってこなくて、以前はですね、スルーしてしまったので、今回初めて来ましたけど、なんかね、簡単そうに見えたんですけどね。そうですね。やるのはまた。やるのは全然違いますね、やっぱりね。はい。これを今から乾かして、持って帰っていただいて、染料を染めてもらって、服装に仕上げていくとね。はい。はい。ということで、一応まあ、基本的には予約のお客様だけという形にさせてもらってますので、もしご興味のある方ね、お電話でも問い合わせいただいて、明日はちょっと厳しいかもしれないんですが、月曜、火曜は少し多分枠が空いてたかと思いますので、そのあたりお問い合わせいただければなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、江戸顧問の説明をちょっとさせてもらいますが、カメラをずっと手持ちだと疲れるので、カメラをセットしてもらって、はい、できましたかね。ありがとうございます。なかなかね、ライブ、私も、ね、手伝ってもらってるのでできるんですけど、こう、いろいろケーブルがあったりするんでね、カメラを動かすだけでもね、結構大変なので、すみません、本当は向こうの茶室の説明のとこなんかもちょっと入ってみてもらえたらと思いつつ無理なので、すみませんが、そのあたりは、ぜひ来店して見ていただけると、とても楽しいと思いますので、よろしくお願いします。で、じゃあちょっと、顧問の、ね、説明をサクッとさせてもらって、まあ、ちょっとこう、フォーマルで使えるような顧問というのは、一番右に悟空中ザメと左が格闘士とかけてますけど、このあたり、まあ、前の江戸顧問の紹介の動画でも説明しているので、それをぜひまた見ていただければいいかなと思いますが、他にもたくさんあるんですが、ちょっと3枚ね、かけて、真ん中が今回、富田さんに染めていただいたボタンかなくさんと。これもすみません、富田さん。今回初めて富田さんにお願いしたんですが、嫌がらせじゃなかったんですけどね、はい、いろいろとはい、富田さんといろんな話がありましたけど、その話聞きたい方は来ていただくとまたお話ししますけど、はい、綺麗に質問にありがとうございます。でもモニターだと見えないですかね、はい、大丈夫ですかね。見えないぐらいがいいですね。そうですまあ見ていただくと本当に実際に目で見るのとやっぱりちょっとモニター通してるとは違います。色もね、多分モニターで映ってる色って皆さん持ってる携帯とかあれによっても違うしですね、うんうん、はい、実際にはすごくいい色、ちょっと渋めのね赤を今回ね、はい、お願いしてて、それがすごくいい色で染まってきました。まあ、ちょっと富さんとも話してたんですけど、今まで京都の方とか名古屋の方とかに結構うちここ何年間か江戸顧問を出してたんですけど、やっぱり京都の色と東京の色って違う感じが俺も私もして、そのあたりもこの前説明ちょっと受けたんですが、やっぱり私からするとこういう感じだったら東京で進めてもらった方が綺麗に出るのかなっていう感じはしました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、そのあたりまた来ていただくと説明できます。あとちょっと特徴的ななんかこう、古文型を2つ使ったものとかなんか呪文が入ってるものとかちらっとカメラに映せたらと思うんですけど、はい、はい、そうですね、はい、すみませんね
あんまり慣れてないって言ってた。あんまり慣れてないですね。全く慣れてないですけれども。すみません。はい。でも取材とか結構来てますよね。僕のお父さんはよく受けてるんですけど。そうか。僕はあんまりやってないんです。そうや、失礼しました。そうですね。準備しておけば。あ、いやいや、これちょっと紹介しても大丈夫ですか。はい。これをじゃあちょっとこう軽くご紹介して。はい、この場所で大丈夫ですか。大丈夫です。あの生地がちょっとこういう、光沢のある、白生地。ズームできるからここの場所を動かさずにしてもらったのか。こういう、はい、ズームできるかな。こういう感じかな。このちょっとブツブツあるのがこれ生地。地紋用の地紋用ってことですね。入ってる生地の上に角度がね見えにくいかなと思うんですけど。あ、私がしましょうか。じゃあ、はい、これはちょっと慣れてるんで私。あの光の加減によって違く見えるっていうのがあって、カメラで表現するのが難しい。そうですね、ちょっとライティングの問題もあってカメラではちょっと難しいです。ちょっと多分ねチラチラとこうなんかこう格子のような皮脂のようなものが見えてくると思うんですよね。あ、見えます見えます。大丈夫です。これもねやっぱ現物見ていただくといいね。そうですね、ね、まあでも雰囲気だけでもね伝わればと思いますけど、結構ですね私ども江戸小紋をあの染め出しするときに地紋入りってこう要するに生地にこう凹凸のあるものっていうのは嫌がられるんですね。ですよね、トムさんね。そうですね。普通はね、結構あのお願いするときは結構嫌がられるんですけど、トムさんのところはこれご自身がこういう風なのを作りたいって思いで作っておられるっていうことですよね。あ、そうですね。なのでできるっていう。これなかなかこういうのはね、普通はないので結構楽しく、はい、見ていただけると思います。見えてるのかな。あ、まあね、ちょっとなかなかね。細かすぎてね。結構細かすぎますね。結構。でも映ってます、ね、あのそのまま止めてもらってたら多分彼がなんとかピントを合わせて映してくれると思うんですが。これがあの、うん、なんか六角形みたいなのが映ってるのが。ああ、映ります、映ります、映ります。うん、今カメラを。これあの、七方の型紙、4枚の型紙を重ねて、はいはい。地色が黄色で、目色が、紫とグリーン。グリーンも入ってますね。はい。の4枚の型紙を使って、で型紙のすごいところが細い線と太い線が彫り分けられてて、そうですね、あのこの辺りが、はい、ねちょっと太くなってますもんね。ここもね太く、こう太いのか。そうです、ここの辺だけですね。ちょっと細いですね。亀甲柄が浮き出てくるようになってる、はいはいはい、ちょっとそう本当にこういうので見えてるのかどうか。あ、見えてます、見えてます。でもこれ生地じゃないんですよね。生地にはこれ結構入ってないんですよね、はい、これ染めでこの感じが出てるんですよね、はい。これはね結構衝撃でした、私も。うん、見せ、はい、まああのカメラではなかなか伝わらない。これ実際見てもらうとね、本当角度でねすごいこう亀甲が見えたり隠れたりするっていう、すごくね面白い染めなんですね。面白いって言うと失礼かな、でも、うん、楽しい染めですね。ありがとうございます。はい、大丈夫です。こういう感じのものとか、まあ普通ね我々が今までいつも扱った江戸小紋っていうのは、まあ、型紙1枚か、まあ、多くても2枚ぐらいが多かったんですけども、これ4枚の型紙を使ってこういう表現をするというね、手間がすごくかかることなんですけども、やっぱりその分味もあって楽しい着物ができてくるので、そのあたりもねぜひねあの見に来ていただければなと思います。はい、これのも、ああこれ分かりやすいね、後ろの、そうあの後ろのこれ映るかな、これの型紙をこれ何枚使うんですか。それも4枚。これも4枚の型紙、はい、さっきのと同じ型紙なんですよね、はい、同じじゃないですけど。あ、同じじゃないんだ。あ、そう、似たような、こっちは亀甲か、こっちが飛車も亀甲ですね。そう、ここら辺がだから型紙でこうなんか見えてくるんですね、これ染めてね。不思議な、不思議ないとわからないですよね。そうですね、これはでもカメラでは厳しいかもしれないですね。そうですね、あのすみません、事前セットアップができてませんので、今日はあの雰囲気だけ見ていただいて、うん、あの実際に見たい方店頭でご来店いただいているのがいいかなと思います。はい、あとなんかサラさんもそうですね、サラさんもちょっとじゃあ私が持ちますので、これ染め帯です。はい、型紙34枚だったと思うんですけれども、色ごとに型紙が全部分かれていく。はい、この糸目の黒い線が7枚の型紙に分かれていて、さらにこのブルーはブルー、ピンクはピンク、グレーはグレー、紫は紫、別々2枚ずつ3枚ずつの型紙を重ねていくと、こういうふうに柄が浮き出てくるので、
ちょっと浮世絵みたいな感じがしますけど、そうですね、何回も何回もこれは走るわけですね、ですね、同じすり加減で最初から最後までいかないとあのガチャガチャしたものになってしまうんですけど、そういう、シルクロードの柄を室町時代に日本に伝わって、それからずっと日本にある、なんていうんですかね、日本人に馴染みのある、アジアの柄を着物になってるので、江戸サラサでいいですか、はい、そうです、ね、江戸サラサ、はい、もうサラサ染められてるとこも本当に少なくなっちゃってるんで、我々も普通普段あの仕入れに行った時にあの実際にこう手で染めたサラサって見ることが本当に少なくなりましたね、はい、今回は正しい型紙はもう皆無だと思いますね、ああもう前からある型紙でしか作れないという感じなので、まあ、この辺りも貴重なねあの染め帯なんかも今回出品していただいてます、はい、まああと後ろのねあのごめんなさい、この訪問着もそうでね、ちょっちらっと訪問着映せるかな、はい、これもサラサで、そうです、よろしいですね、はい、こういう感覚でサラサのね訪問着なんかも展示してますので、まああのいっぱい紹介したんですけど、あんまり紹介しすぎるとですね見に来た時の楽しみがなくなってしまうと思いますので、この辺りにして、まあお品はね本当に東京からたくさん持ってきていただいてますので、皆さんそれぞれね見ていただけるものがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひねお時間取れる方は火曜日までやっておりますのでよろしくお願いします、ということで、はい、なんか変な汗が、すいませんでしたあの、まあ、ちょっとじゃあこっち映してもらってはい、ということで本当に急遽昨日ですかね脱線したのね、はいはい、あのライブしたいんで出てくださいというかなり無理な無茶ぶりをして、しかも、6時ちょうどまでお客様がいらっしゃってのスタートなので、何の打ち合わせもない状態で始めてしまいましたので、ちょっと見苦しい点もあったかと思いますけど、富田さんでした、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、あの火曜日までよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ああ大丈夫ですあのちょっと緊張されたみたいでごめんなさい、ありがとうございます、酔っ払ってるわけではない、そうですね、まだまだ飲んでないですもんね今日ね、はい、今からね、もう大丈夫ですか、ね、大丈夫ですありがとうございました、すいません、はい、すいません、はい、で、あとですねちょっと今日ね緊急ライブするっていうのも一つもう一つあったのが、あの実は以前、あまだこれは配信してないのか、あすいません、振袖のですね刺繍掃除集、結構内側のずっと毎年というかずっと追っかけてきてるんですけど、それが最近なかなかこう上がってくるものが少ないので、発注をかけて、まあ、地色とかですね差し色とかを選んで作ってもらったものが、ちょっと前倒しで上がってきたので、もう、緊急でそれを見ていただこうと思って、今日、2枚上がってきたものをお出ししようかなと思ってますので、そしたらこちらちょっとこっちに持ってきます、皆さんに見ていただければと思うんですが、広げて見えるかな、こちらがですね、よいしょ、まあ、白地なんですけれども、よいしょ、こういう感じですね、あの実は昨日今日か今日の朝まで、階段上がった見つけのところに飾ってまして、来られた来場されたお客様にちょっといろいろご意見をお聞きしたんですけども、まあおかげさまでほぼ 100% の方がすごい絶賛していただいて、非常に綺麗だということでね、見ていただいた方、これ一応中に入っている水、多分動画ではちょっと濃く映っちゃってるのかもしれないですけど、かなり柔らかいブルー水色を指してるんですね。でこの辺りの色を、私が、変えてほしいということで、元々の、昔作ってたものの写真サンプルから色をかなりこう変えていただいて作ってもらって、上前のこのピンクのあたりも結構色をちょっと触らせてもらって仕上げてもらったという、1年ちょっとかかったのかなで、出来上がってきたというフリスですね。まあなかなか本当に今こういう刺繍をしっかりした振り袖っていうのは少なくなってきてますので、今ちょうど入ってきてますので、もしねお探しの方いらっしゃったらぜひね、見に来ていただければ、今届いたところでございます。はい、じゃあもう一枚ちょっと、すいません、でもう一枚は、すいません、もう一枚はですねちょっと対照的にかなりパキッとした感じであげたいということで、こ
濃い深いブルーにかなりはっきりした色の刺繍を入れてもらった振り袖ですね。見えますかね、上前がこんな感じ、かなり華やかな、先ほどの優しい感じをねイメージして、こちらちょっと華やかな感じを作ってみようかなと思って、作ってもらおうかなと思って色出しをしました。どちらもね今回非常にいい上がりで、私もとても嬉しく思ってまして、まあ、どんなお嬢さんが着られるのかなとちょっと想像を膨らましているんですけれども、本当に一昨日届いたところですね、昨日一昨日、はい、一昨日届いたので急遽ライブをするというような形も入れたんですけれども、はい、まあ、ぜひねこれも動画を通して写真じゃなくて画面を通してじゃなくてね、ぜひ見に来ていただくと非常にね良さが伝わるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお時間ある方はね、お店の方に足を運んでいただければなと思います。はい、ということで、まあ初めてね土曜日にちょっとライブをねやってみたんですけれども、まあなかなか祭日中のライブというのは大変ですね。すいません、本当に6時から配信する予定が6時からセッティングするというような状況に陥ってしまいまして、まあ、お客様をねお帰りいただくわけにもいかないので、そのあたりバランスよく今までやれてたんですけど、やれてなかったかな、まあまあ、今後もねこういうライブもちょっと続けていきたいなと思いますし、またなんかねいろいろこう意見とか、まあ、ご要望なんかあればね、あと質問とかもコメント入れていただくとまた、見れればと思うんですけども、なかなか皆さんコメントしづらいとか、私がコメント振るのが下手くそなもんで、どんどんぶち込んでいただいて大丈夫なのでよろしくお願いします。だいたいそんな感じで30分ぐらいになったのかな、もしかしてもう30分ぐらいになっちゃったの、はい、じゃあそんな感じで今日はいいですかね、はい、すいません一人相撲になっておりますけれども、じゃあそういう形でまた江戸顧問の方もね火曜日までですので、いつもはお店火曜日休みなんですけど、今回お休みの火曜日まで、火曜日しか来れないという方もたまにいらっしゃるので、ね、火曜日までやりますので、ぜひぜひ、ご来店いただければと思いますので、よろしくお願いします。いいですかね。じゃあ、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画がね、いいと思った方は、ぜひね、チャンネル登録と、あと、まあ、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。